トランドリーグカップ決勝、26日イコール日本時間27日、イギリス、グラスゴー、FW 古橋強豪、28の2得点でセルティックがレンジャーズを2対1で下し、2連覇を達成した。先発出場した古橋は前半44分に先制点を決めた。さらに後半11分にも MF 旗手レオ、28のお膳立てに合わせ追加点を奪った。その後、レンジャーズに1点を返されたがリードを守り切った。昨年の決勝に続く2得点を挙げた古橋は地元メディア、ザ・スコッツマンに、僕はストライカー。できるだけ多くのゴールを決め、チャンスを生かすことが僕の義務。この試合で2点取れて嬉しかった、と語った、イギリス、プラネットスポーツによると、アンジェ・ポステコグルー監督は古橋を、チームのために全力を尽くしてくれる選手の存在は貴重だ。彼は傑出していて、このクラブに加入した時からずっと傑出していた、と大絶賛。またスコットランドメディア、STV によると、首相の MF カラム・マクレガーも、彼はスーパースター。いくら褒めても足りないくらい、と称賛した。